ヤマハギはマメ科の喧嘩植物。一般名シュラビーブッシュクローバー、シュラブレスパディザ、バイカラーレスパディザでも知られる。アジア原産で観賞植物として広く栽培されている。アメリカ合衆国の南西部のような一部地域では外来種としてまたき化し野生化している。本種は非常に様々な見栄えとなり品種改良されてきた。一般に 高さと幅が3メートルまで育つ、自家製の低木で、寒冷気候ではより小さくなる。単一の生育期の間に地表から5フィートまで成長できる。品種のリトルバディは3フィートに成長し、と薬師までは1.5フィートで、本種はしっかりした根茎から育つ。茎は直径3センチメートルとなり得る。葉は大型で、 長さ5センチメートルまでの3枚の葉からなる。果樹は、十五つまで、遠藤のような花の相乗果樹となり、ピンクや紫の色である。アメリカ合衆国では、最初に1856年に観賞植物として導入され、その後幾度かにわたって導入されたようである。日本では、北海道から九州にまで分布し、夏季は7から9月。日本での利用としては、ヤマハギの葉は、 茶葉の代用とされ、茶にされることがある。花が咲き終わる時期に根を掘り、根を水洗いして適当な大きさに刻み日干しにし、婦人のめまい、のぼせに対し、3から5グラムを水を加え半量まで煮詰めることで、煎じて飲む。歯にジメチルトリプタミンを含有することが確認されている。根にジメチルトリプタミン、クレアチニン、エリオジクチオールが含まれる。ありがとうございます。